You guys thought it was over. Nope. Back with another episode today because I missed one yesterday. Just got done playing Friday Night Magic. Looked like, yeah, life's good. Now, why is he smiling like that? My. Did he poison my drink? Sasaki Yeisuke という生徒は友達が多くて素行も問題なし成績も良くて先生方の評判も上々だだからトラブルなんかとは無縁の生徒だったらしい私が生徒たちから聞いたそのまんまですねTrue, we didn't really learn anything new. このミルクティーは最高だな。Bro, this guy is fucking insane. Alright, the milk tea is good. 誰かと揉めていたとか、誰かから恨まれていたという話は全く聞こえてこない。それは、学校だって生徒のプライベートのすべてまでは把握しているわけじゃないが。佐々木に限って言えば、それは考えにくい。というのが、ほとんどの先生方のご意見だ。模範的な生徒だったんだよ。先輩から話を聞かなくちゃ。Bro, this guy has not said a single helpful thing. ただ、一つ気になる話が聞けたんだ。佐々木の担任の教師から聞いたことがちょっと気になってるんだよ。Okay, is he gonna tell me? 佐々木のクラスの担任の先生がおっしゃってたことなんだが、佐々木はここ最近成績が芳しくなかったようなんだ。成績ですか？甲府市の私立高校を志望していたんだが、厳しい状態だったようなんだよ。Okay. 成績のことは事件とは結びつかなさそうね。Yeah, I agree.今のままなら志望校を変更することも考えた方がいいと。担任の先生、当の本人はケロッとしてたそうだ。気にしているふうには見えなかったらしい。え、そうなんですか？進路のことなのに、不思議ですね。うん。中学生の考えていることを理解するのは本当に難しい。だが、俺たち教師はそこから逃げちゃダメなんだ、立花。大変なんでしょうね、中学の先生って。あ、だが教師こそが俺の天職だと思ってるんだ。Teaching is his calling. それは時に聖職者とも呼ばれる。そう、あれは俺が中学3年生の頃だった。その時の恩師が俺に。また何か別の話が始まりそう。あの先輩、佐々木について成績以外の話は何かあったんでしょうか。そうだな。いや、これくらいだな。事件に結びつくような話は聞けなかったよ。すまない、立花。This little fucker. 先輩、ありがとうございました。成績のことは成績が下がって誰かから恨まれる自殺というなら話は別だがそういうことではなさそうなんだろうはい状況から見て他殺であるとしか言いようがないですねいや自殺だろうが他殺だろうが佐々木は二度と戻っては来ない。
これが現実なんだよな。受け入れるほかないんだな。先輩。なあ、立花。はい。調査の方はどうなんだ。君も知っての通り、俺は佐々木の事件に大いに心を。I hate the transitions on this scene. 何か進展があったら、差し支えのない範囲で話を聞かせてほしいんだよ。それは無理なことなのかな。This guy is acting so strange, man. 実は調査はほとんど進んでいません。佐々木英介君という男の子は、先輩もおっしゃる通り、悪い評判は全くありません。家庭環境にも何の問題もないようです。ただ、うん、事件当日、帰宅した佐々木君の様子が明らかにおかしかったようなんです。事件の当日、何があったのかはご家族にもわからないままだそうです。そう、やっせん先輩。ああ、すまない、ちょっと考え事をしてしまっていたんだ。ん？話してくれてありがとう、立花。俺にできることなら何でもするよ。さあ、話の続きをしようじゃないか。Okay, what are we gonna talk about? 聞きたいのかな。I'll think. 福山先輩って不器用だけど、生徒のことを思う気持ちは本物なのね。先輩のできる範囲で頑張ってくれたみたいだし、佐々木くんの情報はこれくらいかな。そういえば、福山先輩のクラスの生徒で佐々木くんと親しかったっていう森本めぐみさんって子、登校できてるのかしら。事件以来休んでるってことだったけど。先輩、森本めぐみさんのことなんですけど。森本めぐみに関する質問をしているわけだな、立花は。Why is he acting so strange? はい、そうですけど。事件以来休んでるってことだったので、大丈夫なのかなって気になって。彼女は、森本めぐみは、あれ以来休んだままなのだ。This guy's having sex with the students. そうなんですか。それは心配ですね。ああ、とても心配だよ。今日の立花はいかにも探偵って感じがする。ああ。佐々木の話はもういいのか。だってもうないってさっきおっしゃったじゃないですか。うむ。森本は俺のクラスの学級委員なんだよ。It's a little strange. Maybe he's your class representative, but you don't know much about her. It's a little off. Ah. Ah. Comatter. Oi, ni comatter. Huh? So nani comarunda?佐々木のことが告げられた朝礼があった日も、投稿していなかった森本は。Oh, so she might be fucking missing. 全く投稿してこないんだ。
佐々木と仲が良かったってことだからかなりのショックだったに違いない。心配だ。森本のこと。めぐみさん、事件発覚の当日からずっと休んでるんだ。Yeah, next her house is gonna burn down. ん？昨日の朝礼で聞きました。びっくりしました。昨日の朝礼で亡くなったって聞いて、本当びっくりしちゃったんです。あれ？生徒たちは佐々木くんの遺体が見つかった当日の朝礼で佐々木くんの事件を知ったって言ってたけど、福山先輩の話だと森本さんは佐々木くんのことが告げられた朝礼があった日から休んで。 Right, yeah, I think Megumi's fucking missing. 先輩の勘違いかしら。先輩？どうした、立花？先輩は森本さんが佐々木くんのことが告げられた朝礼の日から休んでるっておっしゃいましたよね。ああ、そうだ。だから何日も姿を見ていないことになるんだよ、立花。でも生徒たちは佐々木くんが発見された当日の朝礼で事件を知ったんですよね。じゃあ森本さんは What the fuck is this guy doing? 関係なく休んでたってことですか？ So he's getting cooked out here. 何か別の理由があったとか。おお、なるほど。そうかもしれないな。さすがは探偵だな、立花は。でも、違うか。どうしてなのかな。That just seems so untrustworthy. 森本さんがその朝礼の日から休んでることと。True, man. Fukuyama is not a trustworthy lad. そわそわしているように。先輩、森本さんのこと。We got him cornered, man, like a rat down a corridor. Fukuyama senpai. Hi. 私、何か変だと思ってたんです。先輩って森本めぐみさんの話題になるといつもそわそわして落ち着きがなくなりますよね。そう見えるのか。いや、意外だな。そんなことはないけどな。先輩、森本めぐみさんは朝礼より前に佐々木くんのこと知ってたんじゃないですか？それってつまり。I mean, that's possible, isn't it? She could have known about the death. めぐみさんの知り合いが佐々木くんを。But here, I'm just thinking this guy molested her. 今の段階じゃ飛躍しすぎよね。どんな可能性でも排除すべきではないというのが先生のポリシーだけど、じゃあめぐみさんはどうやって佐々木くんのことを事前に知ったのかしら。ん？
もしかして先輩が？福山先輩。はい。学級委員の森本さんには先に知らせた方がいいって先輩考えたんじゃないですか？ I didn't consider that either. I guess my Japanese customs aren't that high. I forgot that the class representative is like their president. 森本さんは一人で残酷な事実と向き合うことになり、先輩が思う以上に強いショックを受けてしまって、朝礼の日から登校できなくなってしまった。その結果、先輩は森本さんに罪悪感を覚えている。Damn, bro. Ayumi-chan is letting him have it. He's slamming him. He didn't even say anything. 先輩に聞いてみな。違うよ。いくら俺だってそんな勝手なことするわけないじゃないか。第一、俺たち教師だって佐々木の事件を知ったのは朝礼の直前だ。前もって知らせるっていうのには無理があるよ。そうだったんですね。ごめんなさい先輩、勝手なこと言っちゃって。いいんだ立花、そうやって疑問をもとに推理をするのが探偵というものなんだろ。俺が教師であるように立花、君は探偵だってことだ。わかるな？ありがとうございます。どういたしまして。じゃあ森本さんはどうしてその朝礼の当日欠席だったんですか？体調が良くないとご家族から連絡があったんだ。He's sick, huh? そういうことか。Like pregnancy sick? そういうことだ。確かに。He did it. He's a father, bro. He molested her. そうなのかしら。Case closed.先輩が佐々木くんの事件を知ったのも生徒たちが知った時とほぼ同じタイミングってことね。先輩は森本さんの担任なんですよね。様子を見に行かれたりとかは？いや、していないよ。なかなか家に訪ねて行きづらくてな。ん？驚いた。もうこんな時間じゃないか。立花、君には悪いが、生徒たち。His students are waiting for him. そろそろ行かなきゃ。はい、じゃあ。What time of day is it?話を聞かせてもらったんだから、ここのお勘定はこっちがしなきゃ。先輩、ありがとうございました。ここは私が…ありがとうございました。おいおい、俺に恥をかかせたいのかな、立花は。え、でも…君は後輩、俺は先輩です。Dang, he's risen her up. そういうことだ。調査に協力をしていただいた上に、ごちそうにまでなるなんて、やっぱり。いいんだ、立花。君は後輩、俺は。なんだっけ。先輩です。じゃあお言葉に甘えてここはお願いします。オーケー。
All right, easy. 俺のオアシスに来てくれてありがとう、橘。やっぱり近い。先輩、ごちそうさまでした。それと、貴重な情報をありがとうございました。調査に役立てますね。橘の役に立ったんなら何よりだよ。これからだって喜んで協力するぞ。本当ですか？頼りになります、福山先輩。なあ、橘。はい。その頼りになる福山先輩は、橘、君と。次はいつ会えるのかな？次ですか？先輩がまだ何かを調べてくれるってことなんですか？え？ああ、もちろんそうだ。何をかというと、そりゃいろいろとだ。ありがとうございます、先輩。That's not what he's talking about. あ、でも、お仕事大変なんですよね。やっぱり、今日のお話で十分です。橘、確かに俺は忙しい。だが、南第三中学校の教師の俺にしかできないことってあるんじゃないかな。生徒たちからもいずれ話を聞く必要があるだろう。そこに何らかの謎が隠されてるかもしれないじゃないか。森本めぐみさんが休んでいる本当の理由とかですか？それもあるな。This guy definitely fucked got her pregnant. 俺は佐々木のためにできる限りのことをしたいと思っている。そしてそれが橘、君のためになるのならなおさらだ。ありがとうございます、福山先輩。いつでも俺に頼ってくれ、橘後輩。また連絡するよ。Wait, I think in Japan they can get married really early, can't you? よろしくお願いします。気をつけて帰るんだぞ、橘。ものすごい勢いで走ってっちゃった。福山先輩って本当変わらないな。ちょっと笑っちゃう。でも、めぐみさんのことを聞いた時の先輩の様子、やっぱり気になっちゃう。Mm-hmm.We are going to have to get to the bottom of it. ただいま。あゆみちゃん、おかえり。何か飲む？実は帰りに、かわいい缶のミルクティーを見つけたんだ。また、ミルクティー。あ？新発売なんだってさ。ミルクティー好きだったよね。Yumi-chan is such a stickler. 大丈夫。ありがとう。ねえ、それより昨日の調査の話聞かせて。あ、そうだね。わかった。僕は約束通り、あゆみちゃんにクゼさん兄弟のことを話した。クゼさんのご兄弟にそんな過去があったなんて。それで、どう？18年前の事件について何か発見はあったの？図書館で連続少女殺人事件を調べてみたんだけど、やっぱり紙袋のことはどの記事でも触れられていなかったよ。ただ、いろいろと調べていくと、最初の事件に不可解な点がいくつかあることに気づいたんだ。重要参考人として2人の人物が上がっていたものの、いずれも死亡もしくは行方不明になっててさ。True, true. One is dead and the other is missing. 橋爪彩香の父親で、彩香の遺体発見前日に起きた火事で焼死。2人目の彩香と親しかったという若い男は、アパートの部屋におびただしい血痕を残して失踪。二人は
綾香殺害の事件に巻き込まれたと考えられる一方で、どちらかが綾香を殺害したという可能性も否定できないんだ。失踪した男が犯人なのかどうかはわからないままだし。Could the missing man have been the killer? I don't think so. 異常者による無差別事件の可能性も考えられる。その線も確かにありそうよね。でもいずれにせよ、橋爪彩香をはじめとする3人の被害者が同様の紙袋をかぶって亡くなっていた以上、同一犯による犯行とみて間違いないんだろうけど。当時の警察が全力で捜査しても解決できなかった事件なんだから、yep. そう簡単に謎が解けるとは思えないわね。でも肝心なのは、佐々木くんの事件と18年前の事件、そしてエミオがつながるのかどうかよね。そういえば18年前の事件の被害者の女の子とエミオに共通しそうな情報を見つけたよ。2件目と3件目の少女はいずれも泣いている姿を目撃されていたようなんだ。エミオ、やっぱり何か関係があるのかしら。地道に粘り強く調査していきましょう。そうだね。それに久瀬誠さんの失踪も何らかの形で関係しているのかもしれないし、僕たちの役割はそれらの関連性を見つけ出すことだよね。 That's it. That's all I gotta say, dude. あゆみちゃんの調査結果。私は福山先輩から話を聞いてきたわよ。We need to go to this Fukuyama Marimoto house. どうだった？ I mean the Megumi Marimoto. 成績優秀な佐々木くんの成績が最近落ちてきていたんだって。成績か。志望している私立高校への進学が厳しいほどだったらしいんだけど、佐々木くん本人は気にしていない様子だったんだって。先輩に考えがあって先生方にしか話は聞かなかったみたいだから、今日分かったことはこれくらいかしら。そうだ、佐々木くんと仲が良かったっていう森本めぐみっていう生徒の欠席がずっと続いてるみたいなんだけど、彼女佐々木くんが発見された日から登校していないんだって。先生方や生徒たちはみんなその日の事件を知ったってことだから。 All right, enough distractions. We're back. 当日は別の理由で欠席した。そうなの。誰かが事前に事件のことを伝えたのかもしれないって思ったんだけど、今のところその可能性は低いみたいなのよね。やっぱりたまたま体調が悪かっただけなのかな。確かに。Possible. 気になるよね。Won't know until we talk to her. それじゃあ今日分かったことについて。Let's review what we've learned. そうだね。そうしようか。最近の佐々木くんにはある問題があったようだ。それは。IHK has been having a few problems lately involving getting into a private school.志望校を諦めなきゃならないほど成績が落ちたことだよね。そうね。表面上は悩んでいる様子はなかったみたいだけど、何にせよ殺人事件の被害者になることには結びつかないように思うわね。そして佐々木くんと親しかったという森本めぐみさんという少女、佐々木くんの遺体が発見された当日から登校しなくなってしまったんだったよね。
彼女が投稿しなくなった理由は。Okay. We don't know. 明らかになっていない。そうね。体調不良らしいという情報はあったけど、本当にそうなのかまでははっきり分かってないのよね。Of course we don't know. 分かったことはこれぐらいかしら。But Fukuyama knows. He knows something. あなたがいれば安心よ。まだまだ分からないことだらけだけど、2人で力を合わせて頑張りましょうね。どうしたの？I got a Yumi. 何か考え事をしているみたいだ。あゆみちゃんどうしたんだろう。何か考えているみたい。あゆみちゃん。ごめんなさい。何？なんだか考え込んでたようだけど、気になることでもあるの？うん、あのね、森本さんについてもう一つ思い出したというか、気になることがあるのよ。どんなこと？実は前々からなんだけど、先輩に森本さんの話を聞こうとするとすっごくそわそわしたり落ち着かなくなったりするの。何か隠していることでもあるのかな。わかんない。これまでも何度か彼女のことは聞いてみてるけど、今は手応えもなくって。 He's hiding something. 直接話ができればね。Let's find out where she lives. その予定は決まってるの？ We have the technology. 僕はもう一度図書館に行って、今度は都市伝説について調べてみるよ。わかったわ。私はそうね、佐々木くんや森本さんのことは先輩からの情報を待った方がいいのかも。もう少し考えてみるね。よろしくね。Chapter 5, The Paper Bag. よし、図書館で都市伝説について書かれた本を探してみよう。先生が調べていることだけど、エミオの手がかりが見つかれば儲けもんだ。現代の幽霊伝説という本は見かけたように思うけど、都市伝説関連はあるのかな。Okay. 参考になる。おや、探偵。That was Daisuke. Little bastard who left me on the fucking side of the road. どうしたんですか、こんなところで。Damn, doesn't she know I'm trying to do some fucking urban legend research? He's so dumb.
そうですかね。刑事クビになったら役者になるのもありかな。見た目もそんなに悪くないし。って自分で言うなよってな。あはは。いや、自分で言うべきではないのは刑事クビになったらの方だと思う。あれ、どうしたの探偵君、お疲れかな。あ、いえ、上原刑事はいつも元気でいいなって。でしょ、ありがとう。さあ乗った乗った、出発するよ。This is the guy who left me behind, bro. Should I hop in the car now? さあ、先輩が手ぐすねを引いて待ってるよ。そのクゼ刑事はどんな要件で僕は。先輩の要件ね。いや、実を言うと僕も何も聞かされてなくてさ。そうなんですか。これと言ってないけど。Nothing worth mentioning, huh? ただ、一つ確かなのは、先輩の機嫌は良くない。Me and Detective Kuze are gonna be beefing. 心当たりがあったりするの？刑事の家に行ったり、ヨシエさんに会いに行ったのがバレた。なんかやったみたいだね、その様子じゃ。勇気あるな。He knows me. He knows who I am. He knows my voice. 何かをやって、それが先輩にバレたんだとしたら。これから探偵君の身に起こることを想像しただけで震えが止まらなくなっちゃう。そんなに。あれ、探偵君。まあ、Dude, I don't know why my guy's such a little rat, you know. Just stick it up, buddy. Just say what you did. 緊張するよね。先輩がお呼びだ。って聞いたらさ、そうですね。わかるか。ちょびっとだけきつい物言いするもんね。厳しすぎるというか、なんというか。This game really needs English dubbing. 生き延びなよ。ごめん、冗談。もうすっかり。あなた、彼を呼ぶ。Damn, she's my government name. 呼ばなかったらどうなるか。わかるわね。なんて言われたらもうわかりましたって言うしかないよね。その光景が目に浮かびますよ。ってことは僕のモノマネが似てたってこと。そうは言ってない。いや、しかし大変だね、君も。神原刑事こそ。言うね、探偵君。The heck, I'm out of drink, buddy. We're all tapped out over here. まあ。本当に僕のモノマネみたいな言い方してたかは置いとくとして、置いとくんだ。真面目に言うと、先輩は人にだけじゃなくて自分自身にも厳しいんだ。だからこそ優秀な刑事として活躍できてるんだよ。僕はその凄さを誰よりも知ってる。厳しさの方は何十倍。神原刑事。やっぱりコンビを組んでるだけあって
久世刑事のことをよく見てる。だってしょっちゅう怒られてるもんね。He's psychic. ああ、僕ってば、ズバ抜けてポンコツだから厳しくされて当然なんだけど。ズバ抜けてポンコツ。Damn, this guy's beefing with himself. あのことについては。He gets yelled at and he yells at himself in the car. 下手すりゃ死んじゃうもんね。え、命に関わること。なんでもないよ、独り言。なんでもない。あれ、そういえば、なんだっけ。そうだ、鎌田警部に聞いたんだ。神原刑事は射撃がど下手だって。 Oh yeah, that's right. He's a terrible shot. でも厳しくするよ。So if we have to like choose somebody to shoot something, gotta remember to not choose him. Hmm? Weird voice. What happened? No, nothing. I'm tired, boys. Weird detective. Fucking eepy, man. But I want to get this double episode out today. Just keep getting fucking interrupted. So we gotta power through it, guys. We gotta power through it.So I'm gonna fucking sit on my- I'm taking my comfy stance right now in comf mode. 人間、いつどこで。それで、今日も自他ともに厳しい久世刑事の指示で僕のことを迎えに来られたんですね。いやー、ほんとそうなの。仕事場着いた途端に行ってこいってさ。朝ごはん食べそびれちゃったから、コーヒー飲みながらパンでも食べようかと思ってたのに。ん、あ、もうすんげえ恥ずかしいじゃん。I could go for a pastry. 探偵君、笑いすぎでしょ。なんでこんなタイミング悪くなるかな。いや、逆にタイミングいいのかな。 This has got to be one of the longest car rides I've been on in my life, bro. Okay.Hey, you turned off my autoplay. Alright, some more stuff. I da! To some tori.にしといてよね。神原刑事って面白いな。Hey, what the hell am I supposed to do? なんだかんだ言ってるけど、久世刑事の話をする神原刑事ってなんだか楽しそうだな。先輩は厳しいって散々言ったけどさ、ああ見えて優しいところもあるんだ。そうなんですね。つい厳しい印象が強くて。だろうね。やっぱ厳しい印象の方が強いよね。いや、探偵君、どこか行こうとしてた？はい、図書館に行こうかと。
ちゃごめんね。早めに解放してあげたいけど、先輩のあの様子じゃ厳しいか。Huh. Actually curious if she knows that we were there talking to her grandma. あそこから図書館って結構遠いよね。どうやって行くつもりだったの？もちろん徒歩でですけど。そうなの？探偵君って歩くの好きなのね。タクシー呼びなよ。ボスにお願いしてさ。いや、タクシーって高いじゃないですか。呼ぶときに電話代だってかかりますし。Just calling a cab costs money? Like not even getting in the cab, but just calling a cab? 事務所が持ってくれんじゃないの？電話代気にせず呼んじゃいなよ。呼ぶといえば、この前は携帯電話の電池切れでタクシーが呼べずに困ったんだよね。諦めてたらタクシーが。Oh yeah. タクシー。This guy ditched us, but he was nice enough to send us a cab. 少年が待ってるからお迎えに上がるよ。会社から連絡があったんですよ。そうだ。うわ、何何どうしたの？上原刑事、この前はタクシーの手配ありがとうございました。ありがとうございました。タクシーの手配、あれ違ったかな。はい。 Damn, I wonder who called the cab. I must have been Kuze. ああ、あの時か。驚いた。はい、あの時は本当に助かりました。んじゃ、もう一つ驚く種明かし。Ooh, call me Detective J, buddy. 先輩が言ったんだよ。 I knew Kuze was the one who made the call. え、Kuze刑事だったんですか？そう、ほらね、優しいところあるだろ。神原刑事の言う通りですね。何？神様の言う通りだって？なんちゃって。それは言ってない。後でクセ刑事に電話言わなくちゃ。へい。先輩は厳しいけど優しいところもある。まっすぐすぎて不器用なところも。本当にいろんな面があるけどさ、僕先輩と組めてよかったなって思ってるんだ。 Notebook updated。 僕先輩、先輩と組めてつく。あ、そういえばねえねえ、探偵君ってクイズとかなぞなぞとか好き？はい、結構好きなものです。じゃあここで先輩クイズ。あ、先輩は探偵君のためにタクシーを手配しましたが、一体いつ手配をしたのでしょうか？ A、 バス停前の探偵君と別れた後。 B、バス停前で僕と探偵くんが話してる最中。 It was B. シンキングタイム。 え？ バス停前で亀原刑事と僕が話している最中。ピンポンピンポン、大正解。いや、探偵くんよく見てたね。僕背中向けてたから全然気づかなかったよ。 Yep. I'm just a genius, buddy.I am observant of my surroundings. So, あの時クセ刑事はどこかに電話をしているようだった。
以上、先輩クイズでした。あ、ごめん。先輩クイズ一問しかないんだ。The hell?しかし、話を聞けば聞くほど、久世刑事と神原刑事は正反対な感じだ。二人の時って、どんな話をするんだろう。神原刑事はそういえば、神原刑事は久世刑事と二人の時、どんな話をされるんですか。おお知りたい。What if they're in love? おい。なんとなく聞いてみただけって言いづらい。じゃあ、どのくらい知りたい。Oh, he wants me to suck him off. I'm not gonna do it though. かなり知りたいな。なんで。仕方ない。そんな探求心の強い探偵君にだけ教えちゃおう。The heck, he pranked my ass. なぜかすごく聞きたくなってくる。探偵君、人の秘密を知りたいときは相手を気持ちよくさせない。Butter him up. ね。実は。Dude, this is a long fucking car ride. なんだか変な展開、相手を気持ちよくするか。How the hell am I gonna butter him up? 何キョロキョロしてんの?もしかして僕のファンになっちゃった?じゃあさ、よ、Why doesn't my guy? キャー!男前の! This is literally what I was about to say. Like, why don't we say that? 違った。もう、正直者な探偵くん。僕I freaking love Daisuke Kamaru. This is what I was talking about earlier. You gotta rizz up the old lady. Senpai と僕が話す内容といえば、基本事件の話とか捜査関係が多め。でもね、雑談することもあるんだよ。久世刑事が。雑談あんま想像できないかな先輩から話してくる雑談はね例えば現場に遅刻するな Don't be late again 神は剣を持つな Drink too much, don't bring your gun 飲みすぎるなそういうのだよそれは雑談じゃなくてただの本当なのでは何かあったかな。先輩からの雑談の空気はやや重くなりがちだけど、そんな会話のムードを和ませるのがこの僕、神原大輔ってわけ。もう、Thank you, Dice. どの話をするんですか。あそこのコーヒーがうまいですよ。とか。お菓子小さい頃好きだったんですよねとか注意されてるのはただごまかしてるだけのような気もするけどやば多
べ物の話してたらまたお腹が。Poor Daisuke, no food. 神原さんか。そうか。僕は男前だったのか。で。嬉しそうだ。なんとか話を進められそうだ。クズ刑事はそういう話に乗ってきてくれるんですか？それが結構乗ってきてくれるんだよ。お菓子については先輩の食いつきもよくって。We all love eating snacks, don't we? じゃあそれ買ってきてちょうだい。って言ってきたこともあるんだよ。そんなこと言われたら喜び勇んで買いに行っちゃうよね。刑事から解放される瞬間だったりするのか。そうそう、この間それで買ってきたお菓子に当たりが入っててさ、先輩と思わず喜んじゃったよ。やったー、もう一つもらえるって。お茶目。子供の頃もそうだけど、大人になってからも当たりが出るとなんだか嬉しいよね。後から聞いた話、先輩もそのお菓子が小さい頃好きだったみたいでさ。意外な一面って感じでいいですね。二人で小さい頃の話で盛り上がることがあるんだな。小さい頃の話？もしかしたら、マコトさんについても何か聞いてます？ Yeah, I dozed off a little bit there, but... Okay, we're focused. I think that'll be a good place to call it, because I am fucking beat. Well, guess we're not going to make it to the police station. I'm sorry, everybody. But I hope you enjoyed this episode, even though, yeah, at the end here, I'm all fucking taxed. But I will see you in the next one.